シャーザーグオーモローゼ。シベの離れて多分ね、今の弓道の連盟の世界ではあんまり聞かない言葉かもしれないです。どっちかっていうとね、この貝における五分の爪っていう方は有名かもしれないですけども、このシベの離れっていうのについてもお話をしたいと思います。まず、五分の爪って何かっていうと、五箇所の関節が詰まるように弓を引く貝のことを五分の爪って言います。それに対してシベの離れっていうのは、四つの関節の部位を持って、離れるようにすると。まあ、例えば、アーチェリーの場合だったら、こういうふうに動かすので、動いてる関節って言ったら手首だけ。まあ、あるいは肘だけって言うんですけど、このシベの離れっていうのは、この肘と、左の肩と、右の肩、右肘、右肩、左肩、左手なので、ここの部分が、動く。だから、こことここを持って離すようにするのがシベの離れってやつですね。ですから、見た目でまあ、わかるわけです。まあ私の YouTube のとか見ていただけばわかるんですけども、私の場合離れっていうのは、まあものすごく腕っていうのが、まあこういうふうに動くと思うんですよ。弓のキロ数が30キロ、超えるとですね、左の腕が伸びる力っていうのが強くなるので、弓根が折れる量っていうのがこうやって大きくなるんですけども、それが、まあまさにシベの離れってやつですね。で、今回皆さんにお話ししたいのが何かっていうとですね、なぜここの5箇所を詰めなきゃいけないのか。なぜここを4箇所で、離さなきゃいけないのかっていうことを、説明できるように、しとかないといけないわけですね。これはちょっと教えられる弓道の先生多分いないと思います。五分の爪。五分の爪っていうのは、この右肘、右の肩、左の肩、左手に加えて、あと、ここの胸の、ここも入れて5つになるわけです。で、シベの離れっていうのは、この4つですね。ですから、五分の爪っていうのが、ここの腕の、この左の肩や右の肩や、胸の筋肉まで弓の圧力をかけると。で、シベの離れっていうのはここですね。で、なぜ弓道では、ここに詰めなきゃいけないのか。で、実際、例えば弓道の、まあ、例えば YouTube の動画とか見ていただくとわかるんですけど、多分ほとんどの先生っていうか、まあ、半分ぐらいかな。半分ぐらいの先生って、ここの関節を動かさないように矢を放している場合があるんですよ。で、それは理屈から考えてもそうなんですよね。なんで形をきれいにして的中させたいわけでしょ？じゃあ動かない方が絶対いいわけじゃないですか。でも昔の弓道の文献にはシベの離れって言って、ここが動くようにするんですよ。で、だけどほとんどの弓道の先生って、こうやって離れてますよね。ここ動かないですよね。まあ私も動かさないように見せる方法っていうのは知ってるんですけど、まあそれはあまり使いたくない。それが正しい形だと思われたくないので。だけど、ほとんどの先生でこうするでしょ。多分ここ動かないんですよ。ちょっとは動いてるんですけど、もうほとんど動かないです。で、なぜそうしたくなるかっていうのと、どうして昔の弓道においてはシベの離れって言って、ここの右の肩と左の肩を使って離れるようにしなきゃいけないのかっていう理由を、これを説明すれば、なんで今の弓道のほとんどの人ってここは動かないのかっていう理由がよくわかると思います。それは、この、なんでこの5つの関節が動かないようにしなきゃいけないのかっていうと、ちょっと話は若干前後するんですけども、魚住先生っていう人がいて、美術地区に、流派のね、今だったら徳府会とかって言われてたから、その中の魚住先生の出した本では、まあ、人間の関節って、こう、それぞれ関節、まあ、こういうふうに動き方がありますよと。首はこうやってぐるぐる回るし、手首ってのはこういうふうに動くし、腕ってのはこういうふうに動く。この動きを全部いろいろ理解して、筋肉や骨を詰めるようにしましょうねっていうのが、まあ、発想筋道だっていうふうに書かれてるんですよ。魚住先生はね。それが、現代弓道講座でも書かれてありますし、だけど、これはですね、そこまでしか言えないんですよ。その、本当になんでこの5箇所の関節を使わないといけないのかっていう理由までは書いてないんですよ。で、その、五分の爪、シベの離れ、なんでここを使わないといけないのか。それは、解剖学的に、これらが回転する関節だからなんですよ。
で、回転する関節ってどういう意味かって言ったら、これを回転って言うんですよね。こういうふうに。これ回転。で、腕は、こういうふうに回転しないですよね。まあ、こうすれば回転するかもしれないですけども、首はもう完全にこうですよね。ぐるぐる動きますよね。胸の筋肉もこうやって動きますね。つまり、胸とか首っていうのは回転するんですよ。で、回転するっていうことは、そのくらい自由度高いんですよ。だから、そこから動きやすい。そこから斜傾って崩れやすいんですよ。回転する関節だから、自由度があって、自由度多すぎなんですよね。自由度が多すぎて、だから斜傾が崩れやすいんですよ。だから、この5箇所を、特に気をつけて力詰めてねっていう風に昔の筋肉では言ってるんですね。だから、例えば肩が回転するっていうのは分かりやすいですよね。で、肩が動きやすいじゃないですか。で、胸の筋肉もこうやって回転するんで、動きやすいじゃないですか。だからそこの部分が動かないように弓の圧力をこことここに詰めてここを動かないようにしましょう。そうすれば綺麗な形が作れるようになりますよっていうのが、まあ五分の爪の意味なんですよね。で、それでさっきの話になるんですけど、どうして例えば私の YouTube の弓道の離れって強い弓だとこういう風になるんですよ。こう拳一個落ちるんですね。だけど、ほとんどの弓道の先生ってか、まあその半分以上の弓道の先生って、こうするじゃないですか。動かないじゃないですか。なんでか。それは、そこを動かしたらやっぱ形ずれるからなんですよね。で、そこが動いちゃうとずれちゃうから、やっぱり動かないように引いた方が矢所って安定するんですよ。で、そういう意味でやってるんですけども、だからそこが落とし穴があって、その多くの人たちっていうのは、ここの部分を動かさないようにしさえすれば、離れはまっすぐ飛ぶもんだっていうふうに思い込むんですよ。しかし解剖学的にはそこには一つ欠陥があって、この自由度が多すぎるから、射形が崩れやすいのは確かです。だから安定させなきゃいけないんです。ところが、弓道の難しいところは、その安定もさせなきゃいけないし、ある程度自由にもさせとかないとダメなんです。どうしてかというと、弓道には心があるからです。心があるから。この頭の中でどうしよう、ああしようっていう頭の迷いもあるわけですよ。だから、故意に関節をぐっと固めて引いても、心が動きやすくなって結局微妙に動いちゃう。だから心と体の整った離れにはなってるかっていうと結構微妙なんですよ。その例えばまあ YouTube で先生の動画とか見ていただいて、ギュンデが降りない先生、それはこことこことここを安定させるためにってんだろうなって私は思います。だけどそれは一つ欠陥があるんです。そこが動かないってことは、そこの筋肉をこう、筋肉をぐーっと伸ばして、こうやって伸ばしてってなってないんですよ。伸びてないんですよ。伸びてないから動きが止まるんです。動きが止まってるってことは良さそうな感じがするんですが、実は違くて、動きが止まってるってことは心がすごく動揺しやすい射になる可能性があるんですよ。それなんでかっていうと、筋肉を固めてるから。ここの、特に右の肩の筋肉がこうやって固まると、実はまずいことがありまして、ここには内臓とかありますよね。肺とか、心臓とか、肝臓とかありますよね。ここに圧迫が来て、そこが心理的なストレスになって、体は動きません。でも、心が動いて結局、位置がずれるってことが起こります。だからそれは心と体が整った射にはなっていない可能性っていうのがやっぱ出てきますよね。だから私は、弓を引いて話すときっていうのは、こういう風に引いて離して、胸の筋肉と肩の筋肉と腕の筋肉を全部使う離れを何回も繰り返して、そこから、まっすぐ飛ばすようにっていう風に癖づけていくのが合理的だなっていう風に思います。だから関節っていうのは、ただただがっちり固めて安定させればいいってわけじゃなくて、正解はもう一個あって、自由にもさせとかなきゃいけないんですよ。だから緩んでるところに弓の圧力かけるぐらいがちょうどいいんですよ。弓道の価値観を変えるチャンスはあなたにあります。次はあなたの番です。
人は何歳でも強い夢を開くことができます。